津営元金沢、津営元、金沢、津営元金沢は、日本の金沢市、野々市市、河北市、津端町、内灘町を中心に、石川県全県をホームタウンとする、日本プロサッカーリーグ、J リーグに加盟するプロッカークラブである。1956年創設の金沢サッカークラブが前身。2006年に津営元金沢へ名称を変更した。 2013年に J リーグ準加盟クラブとして承認され、2014年に J リーグに入会した。運営会社は株式会社石川津エーである。なお、同社設立までの運営母体であった一般社団法人石川フットボールクラブは、津エ金沢講演会の運営などを手掛けている。津エはドイツ語のツバイトゲーエンからチームと サポーターが共に進んでいくを意味し、金沢弁で強いんだを意味する、杖えげんの意味も有する。エンブレムのデザインは石川県の県下である黒ユリをモチーフとしている。マスコットは県庁の犬橋をモチーフにしたマスコットキャラクターの現像である。ホームスタジアムは石川県西部緑地公園陸上競技場、練習場は 津た運動公園陸上競技場や白山市、マットウ総合運動公園グラウンドなどである、詳細は、スタジアム、練習状態を参照。小川雅美が、選手兼任で監督に就任した。リーグ戦は、松本、ジャパンサッカーカレッジ、JSC、長野と優勝を争ったが、4位に終わった。また、石川県サッカー選手権大会の準決勝で、 底ヘンズ FC に敗れ、天皇杯本戦出場をも逃した。運営母体の石川フットボールクラブを任意団体から有限責任中間法人へ移行。元日本代表の池田忍が監督に就任した。リーグ戦は松本、JSC、長野に次ぐ4位の成績。前者は2回戦で YS 横浜に敗北。2年ぶりの出場となった。 天皇杯は3回戦で、水戸に敗れた。池田大成2年目。リーグ戦は、長野、JSC に次ぐ3位の成績。また、前者の北信越大会でも、長野にリーグ戦と合わせて3度目の敗戦を期し、全国地域リーグ決勝大会出場はならなかった。天皇杯は3回戦で、FC 岐阜に敗北。シーズン終了後に池田が監督を退任した。 なお、同年中に、石川フットボールクラブが、有限責任中間法人から、一般社団法人へ組織改組した。京都元ヘッドコーチの上野天弘氏が監督に就任。J リーグチームから、新たに選手を補強するだけでなく、ブラジル人コーチの昌平や、ブラジル州リーグ所属の選手を獲得し、シーズン開幕を迎えた。リーグ戦は、JSC。 長野に次ぐ3位の成績。前者で準優勝。第33回全国地域。サッカーリーグ決勝大会は3位に入り、JFL17FC カリアとの入れ替え戦に出場。入れ替え戦は1勝1分の成績で FC カリアに勝利し、2010年からの JFL 昇格が決まった。上野大成2年目。元日本代表の久保達彦を獲得した。 4月9日に J リーグ準加盟を申請した。12月15日、株式会社、つえいげんを設立して、トップチームの運営を石川フットボールクラブからいかんた。上野大成3年目、再度準加盟を申請したが、継続審議となった。東日本大震災の影響で、シーズン日程が変更され、リーグ戦は中盤に暫定で首位に立ったが、 最終成績は7位。シーズン終了後に上野が監督を退任した。また、マイケル・ジェームズがニュージーランド代表に選出され、クラブ初の A 代表選出となった。福岡元ヘッドコーチの森下人志が監督に就任。ホームスタジアムの改修やクラブの資本金増資の遅延により、2012年2月審査の準加盟申請は見送られた。また、 クラブ事務所をホームスタジアムである西武力地公園そばのカフェ併設の事務所に移転し、開幕前に地元政財会人の経営参加と運営会社に8000万円の増資が行われた。森下体制2年目、2013年2月 J リーグ準加盟が承認された。天皇杯の2回戦で横浜 FC に勝利した3回戦で清水に敗北。 11月19日、日本プロサッカーリーグの理事会で、J リーグへの入会と、2014年の J3、リーグ参加が承認された。森下大成3年目。ソニー仙台 FC 元監督の田畑秀樹が、強化部長、長崎元監督の東川正則が、アカデミーダイレクター及びユース監督にそれぞれ、就任した。また J リーグ経験のある、大田康介。 原田金洋、辻正雄、作田裕二が加入した。シーズン中に、元大分の辻尾真二が完全移籍で、金子正宏、京成宏、水長昌馬が期限付き移籍で加入する一方、本田慎吾が、本田 FC に期限付き移籍した。リーグ戦は、長野、町田らと昇格を争ったが、第21節からの7連勝。 第28節の引き分けを挟み最終的には13試合、負けなしで2位以下を突き放した。11月16日、第32節 FC、琉球戦に勝利して優勝を決めた。11月19日、J リーグ理事会で J に昇格が承認された。森下大成4年目、栃木 SC から茶四ファン、清水から広い友信を完全移籍で CA。 メトロポリターンからジャーン・モーゼル、山形から秋葉・勝るを期限付き遺跡で獲得。玉城春吾、星野優良が新加入し、金子・正弘と水永昌馬が完全遺跡で加入した。また、シーズン途中に、ユニオン EC からメンデス、甲府から野田博志氏を完全遺跡で、仙台からモテギ春優が期限付き遺跡で加入。リーグ戦は、 序盤戦から好調で6連勝という快進撃を見せ、一時は、首位に立ったが、後半戦19試合勝ちなし、11分8敗と、低迷。それでも、第39節で20試合ぶりの白星を挙げ、終盤戦は2勝1分け1敗の成績を見せ、最終成績は12位。森下大成5年目、前年のチーム得点王である、清原翔平が、新大阪へ、 前年の j に最優秀ゴール賞を受賞した佐藤和弘が見とへ、田中パウロ純一と秋葉正が岐阜雅が、辻正雄が YS 横浜、ジャーン・モーゼルが栃木へ移籍。また、ジャイオンファンが契約満了で退団。一方で、湘南から安藤明、横浜 FM から熊谷安藤流、川崎から蟹ニ・隆ウ・タカシと、安、平一春を期限付き移籍で、 山形から山崎雅人、群馬から小柳達次、札幌から古田博之、CR バスコダガマからロマリーニョ、鳥取からマワタリカを完全遺跡で獲得、長州勝負 FC-18 から、キムテソン、別内ユナイテッドから、キムホ本が入団した。また、シーズン途中にあるオロバからダビを完全遺跡で、トスから中尾喜びなりが、期限付き遺跡で加入。また 岐阜に移籍していた秋葉正が期限付き移籍で再加入した。J2 リーグ戦では、第1節終了時の15位体が最高順位で、第3節以降は、第5、24、37、38各節終了時に20位に、なった以外常に21位以下、かつその大半が最下位で、第41節終了時でも最下位であったものの、最終節、引き分けでも、 優勝となる首位札幌と引き分けたことにより、同説で敗れた21位北九州を逆転し21位で J2J3 入れ替え戦へ出場、J3 リーグ2位の栃木 SC に2戦2勝となり、J2 残留を決めた。シーズン終了後に森下が監督を退任した。監督に元新潟の八木下正明が就任。渡和明が徳島、安、平春が熊本、 坂本翔一郎がアルビレックス新潟シンガポール、辻尾真嗣が、相模原、玉木春和が JFL、今治へ移籍、吉川翔青桐が契約を更新せず、期限付き移籍していた JFL、八戸へ移籍、水永翔馬が、北九州、古田博之が秋田へ期限付き移籍、安藤明、熊谷安土流、蟹草ソ氏は、期限付き移籍期間満了、大橋本文は引退。 ロマリーニョ、ダビ、本来不思議へ期限付き移籍していた、本田慎吾が契約満了で退団した。一方で、松本から白井広と、長崎から佐藤光一、仙台から杉浦京平、鹿島から大橋久を完全移籍で、岩田から石田龍馬、新潟から宮崎陸笑い、鹿島から柿田祐希を期限付き移籍で獲得した。また秋葉正が完全移籍に移行した。 また、シーズン開幕直前にキム4本が、北新越一部、福井へ期付き移籍。開幕後には、江本広次大が、福島県一部、岩木 FC、山藤健太が北九州へ期付き移籍。メンデスが、契約解除したが、G 大阪から田尻県、C 大阪から正司と猛のなりを、育成型起源付き移籍で、清水から、 4巡本を期限付き遺跡で沼田敬吾を大宮から完全遺跡で獲得した。また、来シーズンの加入が内定している島津より森が特別指定選手として加入した。J2 リーグ戦では一時は10試合未勝利という苦しい時期があったが、白井が選手五神みとして、佐藤がエースストライカーとして活躍したことに加え、大橋や石田や宮崎、 そして途中期限付き加入した、庄司など、出場機会に恵まれなかった若手選手が主力として活躍。特に庄司は、金沢に期限付き加入後、22試合に出場した。シーズンが進むにつれ、八木下監督が目指すアクションサッカーが、徐々に浸透し、終盤戦では7試合負けなしで締めくくった。またこの年3位だった名古屋から2勝した。 結果は13勝10分19敗、特殊点差マイナス18で、最終順位は17位となった。八木下大成2年目。大田康介が、JFL、今治、星野優良が、鳥取、富田康人、峯岸圭介が、沼津、原田金洋が、関東一部、栃木ウーバー FC、アドシンヤが藤枝遺跡、古田博之が契約を更新せず、 期限付き移籍していた秋田へ移籍。北九州へ期限付き移籍していた水長昌馬が契約を更新せず JFL。宮崎へ移籍。大町商青霧が契約を更新せず。期限付き移籍していたハンドフックへ移籍。キムテソンが JFL。青森へ期限付き移籍したが、開幕前に契約解除。福井へ期限付き移籍していたキムヨンホンが、契約満了。ビョン順本ンン。 中日喜びなりは、期限付き遺跡期間満了、大月優大ら、秋葉勝が引退した。一方で、佐抜からアラン、鹿島から梅鉢紀州、山口から加藤大輝、c 大阪から清原昌平、スコータイ FC からマラニオンを完全遺跡で、仙台から藤村慶太を期限付き遺跡で獲得。また、鹿島から育成型期限付き遺跡加入していた、柿田た希。 岩田から期限付き遺跡加入していた、石田龍馬、新潟から期限付き遺跡加入していた、宮崎育笑い、CU 大阪から育成型期限付き遺跡加入していた、正治友のなりの遺跡期間を延長、山藤健太が期限付き遺跡先の北九州から復帰、毛利俊也、山本義道、島津頼盛、谷口良渡が新加入。また、シーズン途中に、小柳達治と、 山崎正人が群馬に期限付き移籍。昨年と同一カードとなった愛媛との開幕戦に勝利。J2 参入4年目にして、初めて開幕戦白星を飾る。また、第7節の横浜 FC 戦にて、J2 昇格後のリング戦で、関東アウェイゲーム初勝利。ホームでは思うような戦績を残せなかったものの、アウェーでは終始好調な試合運びを見せて、 勝ち点を積み上げ、最終成績は14勝13分15敗の13位。シーズン14勝、勝ち点55、得点52、得失点差プラス4はいずれも J2 昇格5サイトとなったほか、シーズン14勝中、アウェー9勝、関東アウェー4勝、四国アウェー全勝など、数々のクラブ新記録を更新した。 ホームスタジアムは、石川県西部緑地公園陸上競技場である。なお、過去のホームゲーム開催スタジアムは当項目を参照のこと。練習場は、石川県西部緑地公園補助競技場、津た運動公園陸上競技場、白山市末東総合運動公園グラウンド、金沢市、安原スポーツ広場多目的グラウンド、石川県、サッカーラグビー場となり、その他に、 北陸大学フットボールパークも使用している。2016年1月、金沢市安原スポーツ広場多目的グラウンドにて、専用のクラブハウスが完成。黒をベースにした外装になっている。着工日は2015年9月30日で、完成日は2016年1月18日。クラブハウスの完成により、選手たちが腰を据えて、 練習に取り組める環境が確立。スタッフルームや多目的ルーム、メディカルルーム、休憩室、ロッカールーム、浴室、トレーニングルーム、ランドリールーム等が整備されており、食事面を含めた体づくりやケア等、心身を鍛えながらリフレッシュできる体制になっている。なお、クラブハウスの外壁には、建設における支援金の募集に参加したサポーターやファン、 スポンサーのネームプレートが飾られている。2009年、金沢市と津端町にサッカースクールを設立、U-12 年代での人材の育成と、地域におけるサッカーの普及、サッカー文化の発展を目指している。また、津営源金沢 U-18 を発足させたほか、2010年に津営源金沢津端 U-15、2011年に七尾市に、 つええげんのとジュニアユースを設立した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。